どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。ZGMFX13A プロビデンスガンダムで行ってみようかなと。要は完全もう 100% ザフト側になるとどうなるのかな、見ていきます。ラウル・クルーゼ出るぞ。もう戦争初期からザフトがもうガンダムを所有しているという、しかもプロビデンスという、エリオポリス内部に侵入した。モビルスーツ、このもう矛盾がすごいよね。奴らを蹴散らしてこい。さあ行きましょう。相手はエールストライクと R、 基本的には同じか、イージスと。あの男に連邦か、それともザフトか、連合かザフトかのどっちかってだけでしょうね。ラウル・クルーゼだ、プロビデンス出るぞ。多分ちゃんと刺激シーンはある。さあ行きましょう。ザコにあまり時間をかけるなよ。また君、そこだ。また君って初めて出会うけど、気にしちゃダメか、そこは。だが初っ端結構ドラグも無双すんじゃねえの、多分だけど違う。これまでだな。沈め。どうやって言うんですか、こいつ。こいつはどうやって言ってくれるの、知らないんだけど。これおかしいな、これは攻撃しないくせえ。これあれか、一つだけ出すのか、作戦としては。そうすると勝手に撃ってくれるのかな。これまでだな。もう撃ち始めた。あ、わかった。いや、わかってねえわ。何もわかってねえ。なんか。さ、スタート、なんか逆に方向キーと一緒にやると行けってなるのかな、きっと。そういうとこだろうな、おそらくだけど、おそらく分かんないけど、多分それが一番近いと答えとして。何をしている、ないとないと。すいません、味方がすごい問われるんですけど、蹴ってやると、ほらほら、そうだ、やっぱそうだ。キラがちょっとやばいか、覚醒してる。よーし、文句なんでしょう。OKOKOK、 とりあえず最初はもうドラグーンの使い方は分かりゃ、なんだろうな、大体そんなもんでしょ。まだまだだな。お前上司になんてこと。軍事要塞アルテミス。軍事衛星アルテミスに対し攻撃をかける。はい。こちらから仕掛けるぞ。総員第一戦闘配備だ。第一戦闘配備。矛盾している。もうストライクダガーがある。メビウスが一番いいんだけどな、あるとすれば。まあ文句は言えまい。いけ。これでどうだ。帰ってきちゃった、何もせず。距離の問題があるのか。しかもこれ対空能力もあるから意外と便利っちゃ便利だな、ここぞというに対して。うわーし、ちょっと痛かったよ今な。大いでやってあげるよ。せっ、よし、さすがなんちゃうか、なんちゃうじゃねえ。何も装備しねえストライクだぞ。さあいきなりハードモードだぜ。いけいけいけ。これがサダメスか。あと1分しかない。ストライクが量産されてるな、おかしいな。逃がさんよ。いいか、深いことは気にしちゃいけないんだ。よーし、直接切りに。やったぜ。これは予想外だ。いい意味でな。なんかさっきからタメ語使ってくるんですけど、どういうことでしょう。砂漠地帯で敵部隊と遭遇しました。はい。総員第一戦闘配備。デュエルガンダムアサルトシュラウド。発進。もう誰にも止められはしない。普通に地上でもプロビデンス使えるんだね。とりあえずアークエンジェルを。もうドラグーンで来たじゃん、ある程度。たまぎれか、沈め、逃がさんよ。そこだ、だが、おいか、この、俺が定めた。早くもアークエンジェルですか。だが、もう大
誰も死なせない。死なせるもんか。たな。もちろん。よし、あとはキラをやれば OK かな。ちょっとこれ横から。もちろん。逃がさんよ。よし、無傷や。ほぼ無傷でしょ、720、多分だけど。ほら、あでもせ、あ、いいね。残業戦突破。なんか、この世界戦のラウル・クルーズで舐められてね。これより、オノゴロ島を攻撃します。はい。敵部隊を撃破してください。わかりました。さあ、オーブドン対戦。雑魚にあまり時間をかけるなよ。捕らえた。お、マユラということは、あの三人娘が出てくるのか。オーブのあっさり死んじゃってすごい悲しかったな。なんてこう、なんだろう、女の子キャラがそうやすやすと簡単に死ぬもんかと思ってたけど、意外とあっさりいっちゃったんだもんな。イージス艦ただの元気中、うん、水の中も戦えちゃう、うん、もうプロビです。皆さんよ、行くぜ。けい。これが定めさ。沈め。沈め。まだ解放は無理か。もうちょっと待ってみよう。ちょっといけるから。よし、皆さん、朝日引導を渡してやるよ。もう私がな、なんだかんだ言ってね、ラウだってあれ、ラウってコーディネーターだよね。でいいのかな。よし、一応クローンだよね。ムーラフラガのお父さんのクローンだったもんね。っていうことはナチュラル？この調子で頑張ってください。遺伝操作されてるとしたらいいのか、それで。うん、うん、まあよくわかんない。とりあえず次回いきます。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。結構普通だね。なんか下手にすげえ回ってたけど。